タマアスカ大輔は愛知県名古屋市厚田区出身で片尾波部屋に所属していた元大相撲力士。本名は高橋大輔、愛称は大輔。身長185センチメートル、体重154キログラム、血液型は O 型。特異種は推し、左四つ寄り。趣味は映画鑑賞。兄は元女二段の高力。最高位は 西前頭9枚目。好物は肉類。嫌いなものは生魚。玉飛鳥カの個目は、飛ぶ鳥を落とす、勢いの意味と、日本古来を連想させる、飛鳥カ時代にちなんで、父が命名した。2016年9月場所限りで引退し、年より15代アライソ襲名した。現在は年より17代熊が谷。父に勧められて、 小学校時代からワンパク相撲に参加し、日々の中学校時代には、全国中学校相撲選手権大会で優勝して、中学生横綱に輝いた。その後高校へ進学する、可能性もあったが、君は、同学年の中で一番強いんだから、大卒まで待つなんてもったいない。と、片尾波親方に評価された上に相撲評論家の小坂秀知に、各界入りするなら、高卒より、 中卒の方がいいと促されたことが決め手となり、中卒で大相撲に入門した。1998年3月場所で初土俵を踏み、入門2年目の2000年7月場所では早くも幕下に昇進した。幕下4枚目で迎えた2004年9月場所は7戦全勝で優勝を飾り、翌11月場所に新十両昇進を果たした。 新十両の場所であった2004年11月場所には、初日から白星と黒星を見事なまでに繰り返し、俗に言う抜け抜けを達成した。2005年7月場所には、新入幕を果たしたが、幕内3場所目の2005年11月場所では足を骨折し途中休場。この怪我は深刻だったようで、それ以前には糖尿病にかかってもくじけなかった玉明日香も引退を。 考えるほど思い詰めていたという。翌2006年1月場所は西十両9枚目まで番付を大きく下げ、そこでも3日目から途中休場し、翌3月場所は幕下陥落が決定したが、そこからも理解し11月場所に十両に復帰した。しかし1場所で幕下に陥落し、幕下上位から再起を図ったが足首の故障に、 糖尿病も重なり2007年9月場所は最後の相撲で不先敗。以降も負け越しが続いて2008年3月場所では西幕下31枚目まで番付を下げたが、6勝1敗の好成績を上げ復調の気配を見せた。そして西幕下12枚目まで番付を戻した翌、5月場所では7戦全勝で2度目の幕下優勝を果たし、 地元名古屋場所で10場所ぶりの関取復帰を果たした。しかし、その場所は大きく負け越し、9月場所は3回目の幕下への陥落となった。その後しばらく重量と幕下との間の往復を繰り返したが、2009年5月場所では西重量13枚目で12勝3敗の高成績を上げ重量優勝した。西重量筆頭へと大きく番付を上げた7月場所。 でも11勝4敗で勝ち越し、9月場所では23場所ぶりに幕内に復帰した。以降、重量と幕内の行き来を数回繰り返している。2012年5月場所で2度目の重量優勝を果たし、翌七7月場所は地元名古屋場所での再入幕を果たしたが、その場所では2勝13敗と大きく負け越し、翌九9月場所では重量へ陥落した。その場所と、翌 11月場所で勝ち越し、翌2013年1月場所で再入幕。その場所では4勝11敗と負け越し、翌3月場所では十両へ再び陥落した。その場所と翌5月場所で勝ち越し、翌7月場所で再入幕を果たしたものの6勝9敗と負け越した。二千十五年十一月場所では西十両1枚目の番付で五勝十敗と、 負け越してしまい、翌2016年1月場所で幕下に、陥落してしまった。この頃から、現役引退を考えるようになりこの場所は、勝ち越すも、1場所での関取復帰は果たせなかった。5月場所で十両に復帰するも1場所で、再び幕下へ転落。片尾波などから、まだやれると言われていたが、幕下生活も長くなり同年9月場所限りでの、 現役引退を決断した。引退後については9月29日の理事会で、年寄り荒いその襲名が承認され、片尾波部屋付きとして、更新の指導に当たることとなった。引退に際して、父は横綱になってくれと言っていた。父から見れば、まだまだと言われるかもしれませんが、ここまでやれてよかったと振り返り、再重量、再入幕を、それぞれ7回経験したことに関しては、 毎回、同じくらい嬉しかった。辛かったことの方が多かったけど、嬉しさの方が大きかったと語った。番付編成会議後に引退を表明したため、11月場所の番付には、西幕下6枚目に力士として仕込めが残った。場所後の同月30日、日本相撲協会より正式に引退力士として発表された。引退直後の2017年2月11日に3人目の、 子供となる三男が誕生。この時点で、長男は6歳、次男は2歳であった。2018年4月20日には、先代の町会解雇以降は秋名跡となっていた、年寄り熊が谷に名跡変更した。引退当初に襲名した荒井草は木瀬の里からの仮名跡だったが、熊が谷の名跡は正式に取得したとみられる。 フィギュアスケート選手の高橋大輔、J リーグ選手の高橋大輔とは、同姓同名。ABCD、相撲2014年3月号88ページから89ページ、ABC 元玉明スカの荒井相親方、相撲人生と引退を語る、日韓スポーツ2016年10月4日15時58分、ベースボールマガジン社間、相撲2016年10月号50ページ。 元幕内玉飛鳥が、引退年より、荒いそう襲名。3K ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ160929スラッシュ sp1609290029-n1 ドット html2016 年9月29日閲覧。もとま 玉飛鳥が引退、新井蘇、中名東京中日スポーツ2016年9月30日紙面から、元玉飛鳥に三男、誕生、一人でも力士になってくれたら、東京中日スポーツ2017年2月15日紙面から、元戸佐豊が間かき親方に、元玉飛鳥は、熊方に親方。三スポ。 コム、2018年4月20日、httpww.sanspo.com、スポーツ、ニュース、2018万420、住む18兆420億2001万 8N、1、html2018 年4月23日、閲覧。2018年4月20日付で、年寄り名跡を変更した後に更新された。 日本相撲協会公式サイトの職務文章では、熊が谷,谷の名が、元部衆さんの清見方親方より上位に記載されており、取得として扱われている。いずれも平幕時代で1回、春馬富士については、当時の四個名は、天<マ>相撲2012年8月号62ページ玉、アスカ。 同じ明日かつながりにくし n i k e k a n s p o r t s c o m 2 0 1 4年5月17日16時41分白星黒星、高野岩、体も心も、ボロボロ sanspo.com2014 年5月23日20時7分。毎日新聞2018年4月3日、東京長官左蛍骨後過骨折及び、左足関節前。 拒否人体損傷のため5日目から途中休場右足関節年座及び、右前拒否人体損傷のため8日目から途中休場。ありがとうございます。